と思えるとナスダの50音トークテーマコーナー。ちょっと早いちょっと早く喋る、ね、早口で言ってみました。これは倍速やったっけ、うん、標準やね、ちょうどいいスピードやじゃん。今日のテーマは血、はい、なんですけど、はい、これね決して手を抜いたわけじゃなく、うん、あんまりない。あ、そうなんや。あ、俺の中にあんまりないのかもしれない。ちょっと数少ないんですけど、はい、1,2,3,4,5,6 7つです。あんまりねワードがなんか結びうまく結びつかなかったよね。じゃあ、はい、3番。はい、頭が回ってないわ。ちょっとね、うん、あえてこうしました。え、あえて。ほんまに。うん、どうぞ。単語だけだったら、うん、割と簡単というか、そうなのでちょっと条件つけた。わかった。はい、いきます、はい、こちら。あーね、うん、ちょっと変わってくるでしょ、うん、ちょっと変わってくるね、うん、だいたい男性に使うようなイメージがある、ね、あるある。だからちょっと変えてみました。これは逆に同性だからこそってのがあるのかもしれんな。あ、うん、難しいな、この後ろで。でしょ、うん、お願いします。これのどう思うやろな。どういう時もしくはどういう人。うちの中では、うん、え、ほんまもうあのあれでもいい？普通に言うけど、うん、あの女性が女性に対してる感じがある。女性が女性に対してる、まあ、なんむずいな。同性に使ってそうだから、うん、男性が、うん、男性に使う時と対象物は一緒、うん、男性に使う、はあ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 、の感じ。どういう女性を見た時にもしくは接した時に、いやあんま思わんよね、そもそも。いない周りに。女性には、はあはあはあ、少ない周り、うん、うん、答え言うときましょう。チャラい女性。チャラい、チャラいっていうのはなんとなく男に使うイメージがあるけど、うん、これ別に男性を指すワードではないんじゃない。チャラチャラしてるってことでしょ。そうね、なんかちょっと軽い遊び人みたいな、うん、うんうん、でもなんか女性ってつくだけで対象物がわからんくなるわ。チャラい女性わからん。だからその女の人が、まあ、対象物一緒って言ったな、女の人に対して、うんうん、なんかこうなんて言ったらいいんやろな、チャラいチャラいっていうか口説きにかかるみたいなイメージ、うんうん、じゃあ女性取りましょうか。チャラい人、チャラい人、チャラい人な、おるよね。距離感近い感じの人、物理的にね。異性で同性でも、異性かな。でもそう、大体私の中のイメージも男の人に使うイメージがあるから、うん、これ不思議なもんでというか、俺の場合でも男に対して使うイメージや、うん、女性でも。じゃあそれの女性語は何？いないわけじゃないや。なんか言葉遣いが結構ポイントかも私の中で、うんうん、だったと言えば、なんかなんつったんや、軽い感じのタメ口とか、そう、めっちゃなんか何ね、何ですよみたいな、うんうんうん、っていう感じの言葉使ってる。でもそういう女の子もいるよね。おるけど、あれチャラく印象ではないよね。ずる、セコ。でもまあチャラい女性って言われたら、まあその言葉系は出てくるけど、うん、何やろうね、難しいな。なんかずるいな。何が？女性はちょっと守られとるわ。個性みたいな感じになる。でブリッコとかは女性に使うじゃないですか。ああそうか、まあ、男性もブリッコおるけど、うんうんうん、それはなんか中性的に寄っていくやん、うんうん、男の人だったら。ああそうやね、ちょっと褒め言葉というかプラスになっていくのかな。
可愛いキャラクターになっていくもんね。でもリッコって女の人、うんうん、ちょっとなんかなあんまりよろしくないイメージの方が強いじゃないですか、みたいなもんじゃない。チャラいね、チャラい、チャラい女性ちょっと見かけたら教えてあれあれあれチャラいわ言ってとか、さっきのあのくだりみたいな、あ、はい、のをちょっと教えてほしい。分かった。女性が思う女性に対して、うん、こいつチャラいな、分かったっていうシチュエーションちょっと知りたい。あるかな、はい、次行きましょうか。じゃあ4、はい、難しいな。はい、いきます、はい、こちらグループ名。ああ、そっちを拾うね。でも詳しくないんですよ、うんうん、日本人やな確かって、レベル、うん、俺は何も知りませんこのグループ名だとしたらいやでも私もほんまに詳しくない、びっくりするほど顔が浮かばん何人おる、いや分からん、多分ちょっとイメージ数えて、数えて4、5人、今出てきたやつ数えて、え、立ち位置とか数えて、え、なんか5人じゃあ5人、答え言うときましょう。超新星、超新星ってグループありますよね、男性グループ、男がいる、ね、男たち、男たち5人組の、え、やっぱそう、知らない今決まった日本人っぽい、日本、なんか韓流寄りの日本人系、はあはあ、じゃあもう中身は日本人ややったような気がするな、はあはあ、もう何もそれ以上は出てこない。やばいな、今日広がらんな。いや、どっちを拾うんかなと思って。これの本当のワードの意味は知っとる？え？超新星？うん、なんかすげえ新人が出てきたみたいなことじゃないっていう風に使われるか、まあ、使われんことないな神聖が。でもそれはさ、彗星のように現れるみたいな。ああ、そうそうそう、違うよ、超神聖っていうのは、うん、まあ、宇宙好きな人やったら知ってる、ね、ビッグバンとかそういう、ね、まあ、そういう系の。どういう現象やと思いますか？え、いきなり現れたそれは発見できてなかっただけやっと見つけれただけいきなり現れたじゃないの？違う、超新星、超新星、何それ？英語で言ったら何ていう英語か知ってます？え、知りません。書きましょうか、英語。はい、これがヒントになるのか。やばい、今日怖い、これ広がらへんの怖い。はい、英語はこうなります。あ、スーパーノバ、うん、4曲ぐらいあるよね、スーパーノバって曲出てこんけど、まあ、俺はそのこのタイトルの歌詞がどういう風に当ててるのかは知らんけど、出てこんな。メルメとバンプと9ミリ、うん、まあ、スーパーノバって曲があるんですよ。以上です。じゃあその情報をひっくるめて、うん、これは宇宙で起きるどんな現象か言うときましょう。爆発、星が星が爆発する。あー、切りたい、ここ全然分かってない。などういうことなんですか？いやいや、聞いてる、聞いてる。いや、聞き返してるよしよしってない、よしじゃないよ。いや、ちょ、ほんまにじゃあ、超新星っていうのは、うん、星が爆発すること、うん、そう、よし、それでいきましょう。違ったよ。もういいや、もう一個いきましょうか。6番、1、2、3、4、はい、ありがとうございます。ほんまに分からない、スーパーノバ。これはもちろん知ってますよ、それどういう意味かね。でもまあちょっと言わんときます。あとなんかもう一つぐらいな、スーパーノバっていう曲あんねんな。さあ、救済来ました。嘘、これはでも、うん、まあいいわ、出しましょう。はい、いきます。はい、お願いします。おお、
ちょっとこれストライクゾーンはちょっと、ちょっとストライクゾーンやねんけど、これ手出す、出すか打つのか打ちどころなのか、でも見送るのかっていうとこ来たでしょ。このところこのところの中で、うん、このところの中やったら誰が好きかな、うん、高杉かな、うん、まあ一番人気やろうね、高杉晋作か、うん、うーん、まあどうやろうな、桂小五郎、うん、ツートップ。ちなみに謙信ここの人は知ってます？あ、そうなんや。出身？うん、へえ、ぽくないね。長州の人です。へえ。長州藩。長州藩。どんな印象、うん、こいつら？頭がいい印象。はあはあ、あとね、もうあの薩摩と長州ってあるじゃないですか。うんうん、薩摩の方が武力派のイメージ、そうやね、ちょっとパワーファイト系のイメージあるな、うん、長州の方が頭使ってくるイメージ、うん、ただ過激なんも長州やと、うん、確かに革命思想が結構強いもんな、うん、強いね、うん、あと誰がおったっけな、あ、違う、大久保利通はあっちやね、薩摩やね、確か、山形有朋、おお出てきたね、すごいぞ合ってる、それ出てくんのすごいな、山形有朋さんな、あと一人出てきたらまあトップ4は全部抑えるんじゃん、誰やったっけ、いや長州の人誰やったっけな、でも最後の一人はあれ武士ではないの、その士族ではあるとは思うんやけど、あれもう一人おるよね、確かに有名なところ、うん、どれやっけ、あ出てこへん、全然出てこへん、悔しいさあというわけで今回は知をお送りしましたので、うん、次回は早ないもう一回いく、え誰がおったっけっていうのは全然思い出されへんねんけど、好きやと思うよ、なんやったらそいつにそいつのをテーマにした話とかもちょっとしたことある、まあでもあとはそのテレビとかの題材とかにもなってるんちゃう、あーやばい出てこへん、怖い、主役とかにも自分が怖いなんで頭回ってない、全然ただルロケンには出てきたんかな、ルロケンにはほぼ絡んでないイメージ、あー塾の人やんなきっとな、おっとそうやね、すごいぞ、塾の人なんよ、すごいすごい、そこまで来たらもう8割は正解しとる、塾の人誰ほんとっけあー桂小五郎思ったろ、あの人やねんな、あの人やねんな、何回見ても山形有朋書かれへんけどね、ガタがね、なんか雰囲気で覚えてるからちゃんと書け言われた、ちょほんまに教えてあが気持ち悪い誰やったっけ、木戸孝允、一緒や、そこ出てくる解明、解明後、解明しちゃった、解明しちゃったよ、高杉晋作言ったね頭回ってまして怖い、自分が怖い、牢屋入れられてる人誰ですか、そこまで出てきとるよな、今このラジオをお聞きの皆さんからはすごいもうみんな言うてると思うよ、早くな、もういいって何言わへんよ、なんで言わへんよ、もう一文字でも最初の一文字でも言うたらもうブワーってあーってなるやん、もう分からへん、もう寝たいもう寝たい、もうお疲れや、今日なんか疲れたね、うん、違う、なんか変なことばっかりしとったからやね、なんか今日は変な日やったね、変な日やったよ、で？
吉田松陰。すっきりしましたか。せやねんな。一文字目が出たら全部分かっちゃうでしょ。吉田松陰。ああ、塾の人。塾の人。吉田松陰はすごい影響力があったからね。あったからね。もう結構いるかいないかで大きく変わった。いやほんまに。まあ今の4人は全員そうやけどな。松陰先生やんけ。ルロケンに絡んでないな。ルロケンは絡んでないです。ピースメーカーにも絡んでないね。ピースメーカーは絡んどる。ああほんと。全然出てこんけど、鈴おるじゃないですか、うん、鈴の師匠いたん覚えてます？あの人、吉田としまろ。え、子孫血縁、子孫ってことはないな。血縁じゃないけど、なんかやった気がする。あ、そうなんや。多分ね。へえ。はっきり覚えてないけど、うんうん、だから池田屋で殺されてるんですよ。はいはいはい、そうなんや。そう。へえ。いや、それ知らんかった。あー、家帰って読み直します。名前出てこんけど、だから先生の首ずっと持っとる。はあはあ、首ちゃん骸骨か。長州藩でございました。長州藩でございましたね。あー、ルロケンです。私の中でしょ。この辺にしときますか。うん、今回はもう、おからへん、頭あらへん、びっくりした。じゃあ次回はこれ、この回大丈夫？大丈夫、そういう時もあるよ。え、怖っ。ちょっと途中切るかもしれへん。あのグダグダ無言の時間。いやいや、あれみんな考えてる。 あの時間をみんなと共有したい。え、こんなにこんなにグダグダ仲いい？そんな、だってポンポン何でも出てくる。分かった。回もないよ。じゃあちょっとこ、何や、最初何やったっけ。いや、でスーパーノヴァってちなみにどういう意味なんですか。いや、正解よ。え、あの爆発星がの最後、あ、は爆発して終わるの。へえ、そうやけど、そうなん。字面的に終わり、うん、そうやねん。そこがトリックやねん。先に言ってくれたら広げれるやん。生まれてないねん。死んじゃうんや。最後やねん。だから、その俺はあんまりその曲たちを知らんけど、うん、いや、どういうメッセージ性の曲なんやろなっていうのはちょっと気になるけどね。全然考えて聞いてなかったな。なんかこう、それこそスター誕生じゃないけどさ、うんうん、っていうイメージがある、ね、生まれる新しいイメージや。深夜からね。そうやね。じゃあ、うん、そうなんや。うん、終わりましょうか。もう広く無理や。私今日無理や。チャラい女性、チャラい女性、長身性、長身性、長州藩。ちやじゃじゃちちちちょや。ちむずいないね。ちゃちゃちゃちちちょ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 。今日はこの辺にしよう。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。